そしてですね、この回では、あ、外跳ねにしました。なんかいつもとあんま変わんない感じの顔になりましたね。はい。この回では私がいつもランキング発表をするときに何々あっと書いてないけどみたいなのを言ってるんですね。なのでそれを皆さんに考えていただこうかなっていう回なんですけれども、まあ皆さん星投げとか星集めで忙しいと思いますので、思いついたら書いてください。書いてないけど書いてください。ここにショールームアットマーク書いてないけどアンっていう表を作りましたので、ランキング発表をするときにこの書いてないけどを参考にしながら読みたいと思います。はい、でまあこの書いてないけどっていうのを募集しながらインスタグラムのストーリーで質問を募集したので、それを答えていきながらって感じでやりたいと思いますね。質問をねたくさんいただいて、あ、スイカの種さん、クマタワーありがとうございます。忙しいわね。メモりつつ質問答えつつですね。ありがとうございます、クマタワー。じゃあ質問答えていきますね。質問1、クリームパンってカスタード？ホイップ？それとも半々？っていうコメントが来ていました。可愛い質問ですね。私はカスタードクリームが好きなのでカスタードクリーム派ですね。半々でも好きだけど、まあ、ホイップクリームだけというよりかは、まあ、カスタードクリームだけのやつを選ぶかなって私は思います。でも半々も好きっていう感じですね。皆さんはどうですか？そしてですね、質問に、劇場に届いてたプレゼント受け取った？っていうことなんですけれども、受け取りました。もう受け取って、お手紙も読ませてもらって、お手紙は、ね、結構前に読んだんですけど、そう、洋服とかもハンガーにかけて受け取りました。ありがとうございます。そしてですね、セリちゃんの一番の宝物はっていうことなんですけれども、やっぱりファンの皆さんですね。私がなんか言ったら嘘っぽく聞こえるかもしれない。ファンの皆さんです、宝物は。なんか本当に思っててもアイドルだからそうやって言うよねみたいな感じで思われそうな感じで笑っちゃうんですけど笑ってるでっていや、おもろいじゃないですか。いや、でも皆さんですし、あとはまあ友達とか家族とかですかね。まあ人で言うとそんな感じ。ファンの皆さんと友達と家族が宝物。あとはでもなんだろうね、でもファンレターとかはもうめっちゃ宝物かも。あとはうーん
ンレターとかかな、やっぱ。うん、はい。そしてですね、 AKB48 の中で好きな楽曲はってきているんですけれども、これは悩む。 AKB の中でめっちゃあるからね。でも、まあ、それこそファンの方がプレゼントしてくれた月の仮面とかもだし、月の仮面とかも好きな曲やけど思い入れが強い曲でもあるね。あとは今パッと浮かぶのはバラの儀式とか意外と思われそう。でもなんか衣装も含めて好きかもしれない。振り付けとか込みで。バラの儀式ってやるときって赤い衣装を着るんですよ。私赤い衣装好きで、だからっていうのもあるし、振り付けも私が結構習ってたジャンルと似てて得意分野なので、あの振り付けは、なのでまあ好きですね。結構なんか可愛い系言った方が良かった。でもバラの儀式が思いつきました。はい、皆さんは何ですか、好きな曲。逆にパッと思い浮かぶのあります？キャンディー可愛いですね。キャンディーね、確かにキャンディーいいよね。あとなんだろうね、考える人。あー、わかる。またあなたのこと考えてた。なんで選んだの？歌詞が好きです。抱きしめられたら。あー、あれめっちゃイントロいいよね。テンション上がる。コンサートとかで流れたら。ひなちょこサポート、わかる。あれはエイトの隠れた名曲みたいな感じだよね。エイトだったら制服の羽。あ、わかる。制服の羽好き、私も。てかあの時のなんかエイトの雰囲気もめっちゃ好きだった。なんか思い出がある。 MV 撮影とかでもめっちゃ集合時間早くて、まあ、深夜に集合みたいな、でそっから撮影してみたいな、一日中っていうのもあるし、まあ、ツアーとかでもよくやってたし、まあ、最近やってないけどでも結構あれは私もポジションがいいっていうのもあって好きですね振り付けも好き、可愛いよね。あれすごい、あんな車普通用意できない、予算的に。いや、そうなのよ。トヨタさんがスポンサーしてくださってて、でね、あの車、しかもあんなカラフルな、すごいよね。今っていうか昔はなんかその自分の振りを覚えるのとか、 MV 撮影が多分初めてだったから、リップシーンって言って一人で撮影するのもなんか必死だったし、なんかそういう予算っていうかさ、そういうところまで考える余裕なかったけど、今年を重ねて落ち着いてから見たら普通にすごいよね。しかも制服の羽のあのあれなんだっけ、 MV2 番、監督さんがわざわざ大阪まで来てくださって、大阪で PV を撮ったのも結構思い入れがある。 MV で言ったらね、挨拶から始めようは太陽の塔と映ってるの、私が太陽の塔と。こんな感じで
映ってて、それも結構好き。あれは家族で撮りに行ったんですけど、なんか結構思い出はある。挨拶から始めようの MV も結構好きかな。あれはでも結構みんなの個性があるというか、自撮りで作り上げていこうみたいな感じの MV だったから良かったよね。セリカ何色の車だと、制服の羽ね、私何色だっけ。でもなんかそんなに覚えてないってことは、多分黄色とかだったんかな。あんま覚えてない。オレンジとか、いやわかんない。後で見返したい。ぜひ見返してみてください。アマヌジャクバッタの MV の衣装いつか来たし。それな。いや私あのね、あの衣装見た時ってなったもんね。白タイツ履くんだみたいな。いやなんかおもろい、おもろいよね。曲聴いた時もってなったし、振り付けもおもろいし、なんかやっぱライブとか結構あれ振り揃えるのとか大変で、だからあんまりその昔はよくやってたけど最近やってなくて、最近っていうか途中全然ツアーとかでもやってなくて、で久々にやった時にファンの方からおおみたいな歓声ざわめきが聞こえてきた時は、あこの曲も意外と人気なんだなって思いましたね。天の尺バット、あの MV もおもろかったね。なんかめっちゃ結構地方ごとに分かれてバスで待機してたんだけど、結構撮る順番によっては待ち時間が長かったりとかして、それも覚えてる。めっちゃバスで、あのみんなあの青い衣装を着てバスで待機してんので、撮りますってなったらバスから出て行って、なんかこんなことやって撮ってんの、めっちゃおもろいよね。しかもその MV で撮影した場所があの天王洲アイルにある銀河劇場のところも映ってるのよ、階段のシーン。私も多分そこで撮ったんですけど、あのだから今度のキスバイエイトもそうだし、マジムリ学園ライの時も銀河劇場のところ、あの階段の螺旋階段みたいな、螺旋階段ではないかもしれないけど、真ん中にエスカレーターじゃなくてエレベーターがあって、その両脇に階段があるところで撮ったんだけど、そこを見ると天の尺バッタを思い出します。皆さんもキスバイエイトを見に来た時はあの階段で記念撮影してみてください。天の尺バッタの PV 撮影場所ということで、はい。あの時はここがどこっていうのも知らずに、ああ階段で撮るんだぐらいだったけど、こうやっぱ年を重ねてこういろいろ分かってくると、あここってっていう感じで思うよね。いろんな場所で撮影したな、懐かしいな。なんか銀河劇場の階段とは違うんだけど、もう全員で階段を踊りながら降りるシーンとかもめっちゃ緊張した。こけないかなとか、迷惑こけて迷惑かけたらどうしようみたいな緊張感もあった。東京詳しくなった。なったね、なりましたね。もう電車とかも、あ集合場所ここだったら、あこの電車かなみたいな想像つくようになったし、マジで詳しくなった。もはや大阪より詳しいんじゃないってぐらい。
もうかれこれもう8年なので、8年はほぼ東京にいるって考えたら詳しくなるよね、そりゃ。だって大阪にいる時はほぼ車とかだったし、電車も乗ってたけど同じとこしか乗らないから、そう、全然詳しくないんですけど、でも詳しくなった方ですね。東京に染まってしまったのか、最近喋り方も東京っぽいよねってきてる。あの、もともと関西弁は出る方ではないんですけど、決して東京に染まったとかそういうような感じではない。染まったって言われるのね、なんかちょっとねあれなんだよね。いいんだけど良くないんですよね。はい、この流れ絶対よね。そう、お決まりのこのねあれなんだよね、この流れね。大阪人のプライドが、そうなの、一応ねプライドがあるやんか。はい、じゃあ次の質問いきますね。オンラインお話し会申し込む勇気ないですっていうことで、オンラインお話し会、そう、握手会の時はまあよく来てたけど、オンラインお話し会になってあまり行ってないみたいな感じの方結構いらっしゃって、どうなんですかね、皆さんどう思います、お話し会。でも楽しいよね、普通に。プレゼントは10個単位で投げてください、こうしてこそ加算点が出るんだよということで、そうです皆さん、ギフトは10個連続で投げるとポイントが 1.2 倍、タワーとかも10連投げると2.5 倍とか倍になるので、10回単位で投げるようによろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そう、オンラインお話し会は楽しいよね。なんかオンラインお話し会のメリットは、仕事中でも、仕事中はよくない、休憩中とか、仕事の休憩中とか、まあ、地方にいても好きな場所からお話できるし、まあ、最初は確かに画面越しに会話するのって緊張するけど、でも慣れたら意外と大丈夫かなと思う。楽しいですよね。ね、ますます直接会いたくなるっていう副作用はある。あー、まあね、ちょっと顔を見てしまうと、うわー会いたいってなる。私もそう、確かに。だけどお話し会で結構仲良くなれると思います。なんか直接会った時がもっと楽しくなりそうと思う。お話し会でこうコミュニケーション取っておくとね、楽しね、こなんか直接会った時に話しやすそうっていう、仲良くなれますね、オンライン話し会ね。名前出るから覚えやすい、その通り、名前が出るから覚えやすいんですよね。そう、認知力が上がる。はい、だから本当にほとんど覚えてる方ばっかりですけど、やっぱ初めての方とかだと一回じゃさすがに覚えれないみたいなとこあるんで、なのでまあお話し会で何回か回数を重ねたら、こう直接会った時に、あ、何々さんわーみたいな感じでいけるじゃん。だからそういう感じで名前覚えやすいし、お話し会は本当に楽しいですけどね。
申し込むまでとかお話し会するまでがちょっと抵抗ある方多いと思うけど、あのやってみたら意外と簡単だしね、いいよね。この前ラジオに振り仮名つけて送りました、ありがとう。振り仮名大事だからね。またあのラジオに質問送っといてください。多分もうソロあるんで。はい、ニックネーム変えるの忘れて驚かれる。そう、たまに本名で来てくださる方がいるんですけど、あ、こういう感じなんだとか思うよね。そう、お話し会用に名前を一個作ればいいのかって来てる。あのね、ショールームでも違う名前、755でも違う名前、お話し会でも違う名前だったら、え、どれが本名みたいな感じになるんで、できれば一緒にしてほしいよね。はい、そんな感じでよろしくお願いします。質問返して、質問のお返ししてたら書いてないけどのあれが進んでないんで時間を決めよう。22時15分にはランキングを読むので、じゃあ22時5分から書いてないけど募集しますね。それまではあの質問箱の質問をお返ししたいと思います。はい、次はランウェイ楽しみ、うちわは持って行って大丈夫みたいなの来てますね。明日はそうランウェイアワードがあるんですけど、ゆりなちゃんと2人で出演してきます。頑張ります。うちわは全然持って行ってもいいと思います。私もはっきりどういうイベントかっていうのは行ってみないと分かんないところではあるんですけど、でも安心します。うちわとか持ってきてくださってたら手触れる。ルカちゃんもおるやん。そう、ルッちゃんもいるの。めっちゃ久しぶりに会えるんで楽しみ。頑張ります。続いて、ユニバ行きたくない？ユニバ行こうって来てますね。はい、ユニバ行きたいですね。あのマリオのアトラクションっていうかマリオのパークが行きたい。なんかもうマリオの帽子かぶってちゃんとコスプレみたいなのして行きたいですね。ユニバとかも全然行ってなくて、というかイベントめっちゃ楽しかった。ユニバのイベント、そう全然行ってなくて。ディズニーも行きたいね。ピーチ姫のコスかな。ピーチ姫のコスあるんですかね。で私はでもキノピオのキノコかぶりたい。大阪住みなのに今全然行ったことない。でも私も大阪に住んでたっていうか大阪人の割にあんまり行ってないっていうか、なんかいつでも行けるからいいかみたいなっていうのと、あと誘われないとあんま行かないかも。ユニバとかなんか軽くランチ行こうぐらいだったらふっかるなんですけど、なんかユニバとかディズニーとかってちょっと心の準備がいるので、なんとなくなんか軽く行けないんだよね私的にね。だからまああれだね、ちゃんと。でも年パス持ってた時はめっちゃ行ってた。友達があんまいないから。いるよ、いるからね。ぼっちみたいな言い方しないでね。でも本当に行きたい、ユニバは。
ね。そして次、春コート以外で春服買ったって来てるんですけれども、春コート、そう、紫のトレンチコート買って、それ以外はでも結構マジでファンの方にいただいた洋服で今過ごしているみたいな感じなので、買ってないですね、春コート以外は。セリカちゃん、 USJ のイベントで優しくしてくれた思い出、私優しかったの、ありがとう、マジで楽しかった USJ イベント。いい感じのワンピース見つかってないの。そうなの、なんかそうなんだよね。でもあんまりワンピース探してますと言いつつ、服のなんかあんま、もしかしたらあれだったかも、買う気なかったのかも、なんか探して見てるだけみたいな。でも一目惚れしたら絶対買ってると思うから、多分まだ出会えてないんだと思います、その私が着たいと思っているものに。あとは結構なんか流行りのワンピースとかっていろんなブランドでいろんな形のが売ってるから、なんか迷うなみたいな、どこのが一番可愛いかなって見てたらもう日にちが経っていっちゃうみたいな。そうですね、まあでも見つけたら買えます、買ったら写真撮ります。はい、続いて、テンション上がるお弁当はってきてますね。テンションが上がるお弁当はオーベルジーヌ好きですね。あとはオーベルジーヌはカレーのやつ、ジャガバターがついてるやつ、あとはキンベイみたいなお魚入ってるやつとか、あと塚田農場のお弁当が好きです。なんかね、美味しいお弁当多いよね、ほんとね。はい、答えは、サバではもうテンション上がらないのか。いや、サバはまあ好きだけどね、言うてそこまでって感じ。カレーそんな好きだっけ。いや、カレーも別にそこまで大好きって感じではないんですけど、でもなんかオーベルジーヌ来たらやったーってなる。金兵衛の付け合わせ全部うまいってきてますね。わかる、めっちゃわかる。枝豆とか卵焼きも美味しいし、昆布みたいなのも入ってるよね。新大阪のサバ寿司美味しいのに。それな、新大阪のサバ寿司美味しいよね。私それ食べ過ぎて毎週のように食べてたらちょっと飽きちゃったんだよね。そうそうそう。じゃあ次、たくさんいただいたのでちょっとあと5分答えていきますね。どれ答えよう。マイブーム、マイブームはワンピースを見ることとショールーム配信ですかね。あとサラダ、あとはなんだろう、でも最近でも麻雀のゲーム MJ モバイル毎日やってるから、それも結構やってます。あのあれ、私この前麻雀の収録行ってから刺激を受けてマジで麻雀やろうと思って毎日やっています。なんか楽しくなっちゃって、そう、
死無双で上がってたね。そうなの、3人3マーなんですけど、そう香水もでしょ。あ、そう香水も大好き。毎日付け替えてるというか違う香りを楽しんでいる。まーちゃんは4人のやつだと全然役満出ないけど、3人だったら役満出やすいから楽しい。役満出したいと思った時は3人のやつでやるようにしています。塩はマイブームっていうかもう大好物なので、もう常に大好き。塩はそう生活の一部なので、あのマイブームとかじゃない、ずっとブームだからね、常に好きみたいな感じ。今何段って来てる？4人のやつは初段だけど、3人のやつは10段になってる。でも私あのゲームのセガさんかな、ゲームの人が私の顔写真にアバターを変えてくれた時になんか10段に上がって、3人のやつが。でももともと10段ではない、全然そんな違うでもあのなんかその10段になってたあのあんたロケロケ、あ放送始まってますけれども、あんたロケロケの企画であの8時間以内に100万出せるかみたいなやつでそういただいたアバターなんですけど、その時にそう10段になりましたね イエーイ。なんかツイッターとかに載せるたびに10段すごってコメントくるんですけど、ありがとうございますヤクマンってね全然出ないですね。でもなんか大三元とか国士無双とかスーアンコウとかあったら意外と出やすいっぽい。なんか私も4人の時は全然出ないけど、3人だったら意外と狙えたりはする。あ惜しいみたいなところまでは結構行くから意外と3人だと出やすい。あんたロケロケの時も半分以上4人のやつでやって無理で、もう最後後半ギリギリに3人の麻雀に変えたら出せたので、そうだからまだ4人のやつで出したことないんで頑張って出したいと思います。数え役満ありますね。数え役満もある、それそうだね。マジでもう惜しいみたいな、もう絶対もうこれ上がれたやんみたいな時になんか1000点とか2000点みたいなので他の人に上がられたらマジピエンって感じ。はい、そんな感じで22時5分になりましたので、あと質問残ってるのが 1,2,3 個、また増えてたら増やすけど、あの残っているので質問があの最後23時からの配信でまた続きを答えたいと思います。じゃあ今からはですね、このあと15分にあと10分後にランキング発表をするんですけど、その時にていうかこれから使えそうな書いてないけどっていうね、そのアットマークの後を考えてほしいっていうコーナーをやりたいと思います。お待ちしてますのでどんどんコメントください。ここにもう箇条書きできるように点をいっぱい増やしたのでこのぐらいは出してほしいねはい、今あんだけ見てるよ。そうなんだ、オッケー。アットマーク東京に座りました。染まってないけどね
字汚な。メモしたらめっちゃあれだね。明日も見に来てね。そして次はどんどんメモっていきますからね。字汚すぎん。アットマークもう大阪を忘れました。大阪を忘れました。忘れてないけどね。最近部屋から物音します。するんですよ。それは声も聞こえてくる。幸せか、それな。血汚い。背中が痒いです。いつもラブレターありがとう。ちょおもろいねみんな。ビジネスマガロン。なるほどね。宝物です。正直考えるのめんどくさい。正直考えるのめんどいです。これ私が考えてないからね。皆さんの意見だから。めんどいとか思ってないけどね。はい。桜咲いた咲いたそうなんだ。 OK。 桜咲いた咲いたよそうなんだ。アットマーク冷蔵庫ありました。え、冷蔵庫ね。マジ冷蔵庫。あとで話す。ちょっと今メモしてるから。冷蔵庫のびました。スイちゃんしか押してないよ。字汚くて読めないみたいな。給料もっと欲しい。私は思ってないけどね。もっと欲しい。チームメイトの MV 見てね。あ、いいねそういうのね。チームメイトの MV 見て。マック、マックの袋が桜デザインになってた。え、かわいい。マジ？マックの袋桜デザインになってたよ。アットマークは明日朝起こしてくれ。明日朝起こしてください。外羽根してるの気がついて。サバは嫌いない。目がかすみます。皆さんありがとう。もう 2ページ目突入しましたよ。次髪色何にしようかな。〇〇かな。
そうなんだ。明日も見てくれないと怒るプンプン。あ、これはちょっとあんまり言いたくないかもしれないけど一応書いたくね。とおお、でも萌え台詞みたいな入れてくるのやめてくれる？お肉は21歳まであと2日、もう21歳になるんですね。面白いね。はい、ありがとうございます。面白いね。あうちょ。そしてお話かもよろしくってなと、あとは幸せりか恥ずかしくないの萌え台詞恥ずかしいのな。そういや幸せりか恥ずかしくないでしょ普通に考えて。ありがとういっぱい。やば、字汚すぎて読めない。見せれないわこれは。見せようと思ったけどマジやばすぎ。読めるかな。ありがとうございます本当に。書いてないけどの参考のやつまたなくなったら募集させてもらいます。やば。ありがとうございます。メモ見ます。マジ汚すぎてやばい。過去一時汚い。しんど。じゃああともうね40秒ぐらいでランキング読みたいと思います。もっとそう当分困ることないね。そうなの、ただ読めるかっていうね。マジ助かる。ごめん助かるとか言っちゃった。ありがとうございます本当に。はい、もう2ページぎっしりになったおかげで。じゃあランキング読みます。13位、中心アット、東京に染まりましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、7番目のおっさんアット、もう大阪を忘れましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、ナナタアット、背中がかゆいですさん、ありがとうございます。これ私のあれじゃないけどね。はい、書いてないけど。10位、マッチンアット、ビジネスマカロンさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして9位、中心アット、セリちゃんしか押してないよさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、コージアット、最近目がかすみますさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、りょうりょうアット、せいちゃん髪色かわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、東京都教許可局局長アット、ねむねむにゃんこさん、ありがとうございます。5位、アイドル好きアット、
明日朝起こしてくださいさん、ありがとうございます。書いてないけど本当に起こしてほしいよね。これは4位ケイチロー、あと次髪色何にしようかな。うーん、青色かな。そうなんだ、さんありがとうございます。書いてないけど3位クソジシーアット、21歳まであと2日さんありがとうございます。書いてないけど2位赤いゾウさんアット、ヘナチョコな私でも愛はいっぱいさんありがとうございます。書いてますね。そして1位はスイカの種イベント1位頑張ろうねさんありがとうございます。それなー、ありがとうございます。おかげでスムーズに読めました。はい、ということで次は22時半に終わって23時からやりたいと思います。そしてスイカの種さん、タワーありがとうございます。今日のこの夜にあのマカロンちゃんお絵かきしつつ、タワー投げてくださった方の名前も書きつつやりたいと思います。はい、次の回で、あとスケジュール決めてそれも発表しますね、次の配信で。で、あとはインスタの質問ストーリー答えきれてないのでそれ答えつつって感じでやりたいと思います。今現在の順位が6位ということで厳しい戦いとなっておりますが、諦めずに最後まで頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。インスタ今から投稿してきていいですか。ぜひ待ってます。全然今日中ならまたメモしていつでも答えれるようにするので、ちゃんと時間通りに動いてて偉いね、ありがとう。時間厳守イベントだからねこれは。はい、いつも明るいセリちゃんって来てる。そうですね、今のとこ楽しいです。はい、質問は一人一つだけできてる。いや全然何個でもいいです。まだ初日、そうです、まだ初日です。多分途中ぐらいがあやばいってなってくると思う。焦りとちょっと疲れとが出てきて、多分皆さんも1週間のこの半ばって一回こう最初はいいけどこうだんだんこうなっていくから、そこをこううんって押し上げていけるように頑張りたいですね。中間がどれだけ下でも最後は絶対に3位以内で終わるっていうのが目標なのでよろしくお願いします。なんかやっぱスケジュール的にね、時間配分平日だけど結構早めの時間にやってしまう日とかもあるので、夜が全くできない日みたいなのもあるけど、できるだけその配信時間がちょっと微妙な日もあるかもしれないけど、でも配信内容はちょっと頑張って暇にならないようにしたいなって感じ。皆さんが星投げてる間飽きないようにねちょっとしたいなって感じなの でこういう質問系は結構答えやすいので、まあまた途中で質問箱また募集するかもしれないですね。
9分で切りますね。次、さっきは1時間の空き時間があったけど、次は30分後に登場するので、また見てください。質問いいね。そう、質問楽しい。いつも結構インスタのストーリーで答えてるけど、やっぱ文字より言葉で伝える方が伝わりやすいよね。次の時間までアンロケ見てる。ぜひ、私も映ってる気がするので、よかったら見てください。結構あれ謎だったんですけど、楽しかったですので、ぜひ。お、2222。明日の配信時間決まりましたか？なんか明日は結構、まあ、ゲリラ配信みたいな感じになると思うけど、夜は1時間できたらいいなって感じなのね。できる。だから夜は時間空けたりとかじゃなくて、もできるだけやるって感じにしようかなって感じ。まあそれも次の23時からのやつでしっかり話しますね。あ、初見です。フォローしました。これから応援します。ありがとうございます。嬉しいです。星集め、星投げ、よろしくお願いします。カウントもぜひ。いつ始まってもいいように星集めとくね。あ、お願いします。明日は本当に、できるかもって、間の時間にできるかもって言ってるけど、その、状況によってはできないかもしれないので、まあ、急に、やりますって言ってやる可能性もあるし、なので見るときは星集めよろしくお願いします。めっちゃざわざわしてる。そうだね、明日捨てましたか、むずいかもね。あと30分後。でも、もうこんな時間って感じじゃない？23時って珍しい、私がこの時間に配信してるの。うん、明日頑張ってね。ありがとう。うん、本当だね、確かに。そう、早く寝る人、いや、あんまり早寝の人じゃないんですけど、遅寝遅起きの人なんで、基本的に。なので、まあそうはね、基本でも1時とか2時に寝るので、でも明日めっちゃ早起きなのよ。起きれるかな。はい、こうね、時間をね気にしながらやるってなるとね、時計ばっか見ちゃうんですけど、これイベント中は仕方ないということで、時計ばっかり見ててもすいません、気にしないでください。アラームかけたらね、
でもマジで早起きの日って変に緊張してるから起きれるかなみたいな。だから1回目のアラームで起きるよね。逆になんか集合遅めで、あ、結構寝れるっていう時は油断しちゃうから逆に危ないっていう。でもそう、早起きの日はむしろ目覚ましの前に起きちゃうみたいな感じ。だから眠りが浅いんですよね、こういうのね。755に起きてコメントするね。はい、私も起きた時間っていうか落ち着いたら755に載せます、おはようって。はい、あと2分半。やばい、東京バック見ちゃう、ダメだ時間気にしすぎてやばいよね。755もう久しく開いてないかもって聞いてる。でも確かに755はおはようとツイッター更新したのとインスタ更新したのと TikTok 載せたのを報告したり、たまにつぶやくって感じ。でも今日はインスタも、まあ、インスタは顔ではなくてコスメ載せたんだけど、みんななんかさ、インスタさ、私顔載せてるときは皆さんからのコメント多いんだけど、コスメとか香水とか載せたときはめっちゃ少なくなる現象なんなの？ちゃんと載せるので、まあそれに対して感想はないかもしれないけど、なんか絵文字だけ送るとかさ、してくれます？急にクレームいや、いいの、わかるわかるわかる、そうなのよ。マジで興味ないよねって思うんだけど、差がすごくておもろいよね。はい、ということで29分になりましたので、終わる準備します。あと TikTok も載せたので、結構あれなんですけど、ぜひ見てくださいあと20秒ちょいです逆にね、コスメとかの方がコメント多いのもちょっとあれだけどね ありがとうございますはい、じゃあまた後ほど会いましょう。バイバーイ。